パとママが死んじゃった。家に帰ってきたら、寝室の絨毯の上に白い錠剤がたくさん散らばってて。テーブルの上に、お金の入った封筒と手紙が置いてあったわ。ママからの手紙だった。パパとママが抱えていた問題と、私に宛てての言葉が書かれていた。あなたを残して死んでいくのを許して。あなたには私たちの声が届かなかったかもしれないけれど、しっかり生きていってねって。お金は手紙と一緒に燃やしてしまったわ。怖いとは思わなかった。自分の気持ちが死んでしまうことの方が、ずっとずっと怖かった。その時だよ。またあの声が聞こえてきたの。恐れることはない。震えることはない。私がお前を守ってあげよう。